どうも、ゆさです。来たー、ラッキー装備召喚。嬉しいです。ちょっと久々な感じがする。第20回なんですね。もうね、20回ピックアップ。今回はまといが確定と、炎、雷、氷のまといが確定と。これかなり熱いと思うんですよ。まあスルーされる方は少ないのかなという感じですね。正直これは引いときたいところ。はい、まあ私はもう絶対引きます。はい、さあ行きましょう。まあ狙いとかそういうフラグはあえて立てないようにしたいと思います。はい、その引く前にちょっと告知だけさせてください。右画面出してますけど、これ前回の公式の生放送で、今回もまた公式の生放送があるみたいです。4月19日の、20時から夜8時ですね、からあるみたいなので、まあ本当にもういつもやってるんですけど、私は、まあ、ニコ生をみんなで見ながら YouTube ライブで、まあだらだらそれについて突っ込むみたいなことを、まあ、毎回やってるんですけど、まあ、今回もあの時間合わせてやろうと思うんで、まあ、もしよければご来場の方よろしくお願いします。はい、生放送でやるので、まあ、どれかの動画見ていただくか、その瞬間に、あとは、まあ、ツイッターとかあとチャンネルの方に来ていただければ多分わかると思うんで、よかったらご来場ください。結構いつも盛り上がるんで楽しいんですよ。はい、ではよろしくお願いします。さあ引こう。かぶりもそんななかったのよね。先に言うけど、かぶりもそんなないんです。なんでもいいです。もう超必殺とかでももういいから、ね、もういらんこと言うとね、もう絶対聞いとるからね。いらんことはもう言わん方がいいんやけど、できたら11の装備を1個かい。ほんま引き終え。いやまあいいよ、ゼロもゼロの時代を経験しとるから、こっちはゼロの時代を経験してっからね。一個でもなんかもう、いやもう あかんけどもね。さあ行こう。おう、何これ。これってなんか外伝キャラみたいなやつじゃないのか。これはあこいつや、レーンや。これどうなん、のせブリザー。もう全くミッションには使えなそうな雰囲気ですけど、でも氷やな。ちょっと、まあ、氷欲しかったところではあるのと、氷属性強化のこれ投擲なの、これ投げるの、これをどうやって。まあでも投擲で氷属性強化ついてて、魔力で悪くないんじゃないか。まとって氷属性が弱点は微弱の対象に対し、さらに威力が上がる4回連続の氷無属性単体魔法攻撃。ほうで割合回復か。まあ、でも単体バービア単体で、必殺自体は全体と。いやこれ悪くないんじゃないかな。氷まといは1個持ってないんですよ。1つも持ってないんで、まあ、正直欲しかったところではあるんですよね。ただ外伝って言われてもみたいな話なんですけど、このレーンっていうやつはもともと超必殺、ヘイスガがかかる超必殺持ってたと思うんですよ。雷なんですけど、それは確かカインにコスプレをさせようとしてたやつなんですよ。それがあるんで結構いいかも。うん、まあとりあえず育てる理由にはなりましたよね。はい、ということでラッキー装備召喚もね、ラッキーとかはあれですけど、まあもうすぐ多分またこの生放送でおそらくそのゴールデンウィークの30周年記念のフェスに関する情報がバババババッと出ると思うんで、まあその時のためにね、ちょっとミスリルを貯めてるんですけど、今これ引き終わりで153個なので、まあ3回は11連引けるなーみたいな。まあもしくはなんかラッキーとか来たらそっちを優先して引けるなーと思ってるんで、まあちょっと楽しみです。そこでまあ全部使ってしまおうかなーみたいな感じで思ってますんで、まあまたよかったら応援してください。では見ていただいてありがとうございました。